はい、どうも、こうでございます。はい、今回も新たなゲームをね、やっていきたいかなと思います。で、今回やっていくゲームなんですけども、ファミコン用ソフトでございます。SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語。はい、懐かしい方もいらっしゃると思います。まあ、これはファミコンゲームでありましたね。ナイトガンダム物語。まあ、ガンダムのね、RPG ゲームでございます。まあ、早速やっていきましょう。で、メッセージスペードは、早いと。あなたの名前を教えてくださいということで、相変わらずのコーでやっていきますよ。まあ、おそらくこれは主人公の名前ではないと思います。コーくんね、最後まで頑張ってねーと。ジムスナイパー、探したぞ、ナイトガンダム。大変なことになった。説明は後だ。とにかく来てくれ。ジムスナイパー、では私は一足先に。レビルを待っていたぞ。ガンダムレビルを一体どうしたというのです。まあ、これね、ちゃんとね、キャラの名前をつけてのセリフになるんでね、この後はもう省略していきたいと思います。実はフラウ姫が、そういえばフラウ姫の姿が見えませんが、まさかジオンの奴らに。そうなのだ、姫を返してほしければ、逆らうのをやめろと。クソ、ジオンめ。で、何か手がかりは？確かサタンガンダムとか言っておった。おそらくジオン族のボスの仲間であろう。わかりました。フラウ姫は必ず救い出してみせます。そしてサタンガンダムを打ち倒し、このラクロアを必ず平和に。だが一人では危険だ。友を二人つけよう。キャノン、俺はガンキャノン、ファイターだ。で、後ろにいるのが僧侶のガンタンク。よろしくな。頼むぞ、ナイトガンダム。ということでね、始まりましたナイトガンダム物語ということで、まあ、このナイトガンダムね、がまあ主人公なのかな。で、仲間が今2人ね、ガンキャノンとガンタンクということです。で、まあ、王様に話してもね、何ももらえないわけですよ。誰だったかな。まあ、普通ね、まあ、こうやって旅に出ろみたいなね、まあ、姫を助けに行けと言うならね、まあ、装備品をくれるか、ましやね、装備を揃えるためにお金をくれるか、してくれてもいいんじゃないかなと思うんですけども、なんとこの兵士がくれるわけですよ。ね、まあありがとう。500ゴールドね。それくらいあればなんとかなる。さあ、まあこのね、ナイトガンダム物語なんですけども、私がですね、まあ結構ちっちゃい頃に、まあ、やったことがあります。まあ、全クリはしてないですね。うん。まあ、途中まででやめた記憶があります。まあ、ちっちゃい頃、もう幼稚園よりももっとちっちゃい頃でしたんでね、どうしていいかわからないで行き詰まって終わりました。まあ、今回はね、頑張って全クリを目指したいと思います。武器がね、必要だ。鉄の斧はガンキャノンが使えるんだね。でもお金がないと。まあ、とりあえず銅の剣ですかね。ガンキ、ダム。まあ今はですね、とりあえずね、ガンダムの装備を揃えたいかと思います。まあ理由は後々わかるんですけどもね。さあ、防具ね、防具だろ。おばちゃんいらっしゃい。防具の店と、鉄の鎧装備できんね、ガンダム。あとは火の盾、意識買っちゃう。後々まあ装備揃えたいんでね、他の3人も、3人じゃねえや、2人か。で、装備ガンダム、銅の剣、火の盾、鉄の鎧と。いいね、なかなか防御力も上がりましたね。で、まあ、店に入った時にね、あったと思うんですけども、まあ、これね、これこれこれ、カード出すんですよね。まあ、一回やってみますか、20ゴールドなんでね。まあ、懐かしのガンダムのカード出すでございます。サタンガンダムの本当の姿、恐怖の最強モンスターだ、本当の強さは果たして。やらない。僕はやらないよ。で、今はあれなんだね。確か男の子が、男の子だったかな。アルバムをくれるんですね、カード出すの。うん。
なんだこれ、なんか荒らされたような跡になってるぞこの家。冒険には危険がつきものだ。もしもの時に備えて保険に入ることを勧める。どの町にも保険屋はいるぞ。なんだろうね保険屋ってね、覚えてませんよ私は。さてさて、カード出すの、アルバムをもらえる、男の子だったかな。うん、看板に書いてあるね。しょうがないよね。誰からもらうんだろうな。僕のお家だぞ。そうかそうか。なんか違うな。男の子ってぽい感じでもないからな。男の子、君は夫が家を建てましたのでその手続きに来てますのって。これ女かよって。寝てますよ。おばちゃん寝てるよ。結婚の届けなら、右です。あ、何こう市役所みたいな感じなのね。このそう仕事向いてないの残念ね。公務員だよ市役所だったら。まあ、後でにしますか。カード出すね。この子かな？これ男の子だね。カード出す20って言うんだ。1回20ゴールドでいろんなカードが手に入るんだぜ。そうだ、このアルバムをあげるよ。これがあればカード 1つにつき3枚まで保管できるんだと。ありがとう。なんかもらったような音は出なかったけどね。コマンドの項目にカード出すが出てきましたよ。さあ、まあ、とりあえずね、やっていきたいと思います。で、まあ、ガンダムだけ装備を揃えたのはこの街を出てからが分かります。ガンダム、あれキャノンがいないぞ。タンク、私が探していきましょう。ということで、しょっぱなからね、また一人になります。はい。まあ、どういう設定でこういうあれにしたのか、ようはありませんけども、まあ、なぜかね、そこで、仲間になった2人がいきなり抜けるわけですよ。でですね、兵士から500ゴールドをもらえるっていうことを分かってなければですよ、ですね、お金も装備も全くない状態でこういう状態になります。本当にね、まあ、なかなか鬼畜なゲームですよね。大丈夫ですかって言いたいぐらいですよ。で、意外と敵も出やすくなるっていうね。3人でいるときは出ないんですよ最初の時はね。で、まあ、この後にですね、まあ、今回ナイトガンダム物語で、まあ、ガンダム系のねキャラクターが、まあ、今ガンキャノン、ガンタンク、そしてナイトガンダムという感じでね、まあ、パーティーを組んでるわけですよ。まあ、簡単に言えば機械ですよね。なんですけども、もう一人仲間になるわけですよ。で、それがですね、これレベルあるんだよね。あと、なんでレベル上がるとかわかんのかなこれ。ああ、もうちょっとだね。で、ちょっとレベル2くらいにしておきますか。かわされるな。よし、レベル上がったね。そうそうそう、ちょっと HP がね足りないから、一応ちょっと休んでね、回復させてから行きますか。あ、回復してる回復してる回復してる。なんか今フリーズしたな。さすがファミコン。まあ一応今多分冒険の記録もしたと思いますけども、まあレベル2になったんでね、とりあえず行ってみますか。もう邪魔くさいね、こういうね、モンスター出やすいね。まあ進んでいくわけですよ。まあタンクこっち行ったしね。まあ、ここに行けば次の丸がね、ある上に見えるんですけど、何も変わられた。自分のナイトの過去、待てよ、勘違いだ。俺はお前の味方、問答無用ということで、アムロが現れるわけですよ。まあ、ガンダムといえばアムロなんですけども、まあまあ、ガンダムとガンキャノン、ガンタンクとね、まあ、いわゆる機械ですよ。機体ね。アムロ人間だからね。まあ、とりあえず戦いますよ。
でまあまあ装備をねちゃんと、しっかり、揃えておりますから、まあ、攻撃はそんな食らいませんよ。あの装備なければね、まあ、一撃か二回攻撃されれば死にますよ。まあ、ガンダムもね装備品なければ1しか攻撃食らわせれませんから。ガンダムレベル3になりましたよ。はい、ということで慌てるな、俺はラクオラのナイトガンダムだ、君はアムロ、すまなかった、許してくれ、僕はユニオンのナイトアムロだ。そうか、サタンガンダムを倒しに僕も連れて行ってくれ。ガンダムもちろんだ。さっき左に行ったはずのタンク来ると。ダメだ、キャノンがいない、とりあえず先に進もう。ということで、仲間がね、ガンダム、そしてタンク、アムロと、そしてガンキャノンどっか行ったぞ、という形になりますと。ね、うん、一人人間だぞ。さあ、まあこれでね、まあとりあえずは、まあ仲間を連れてね、行動するわけでございますよ。で、ところでアムロさん、さっきまで攻撃してたくせに装備品何も持たないんだね。おじいさん、ちょっとおじいさん、ほう、ジオン族を倒しに、そりゃご苦労なことだ。なんだよこいつ。村が上ですな。1って、気合の攻撃入れても1って、まあ、装備品がねないのはしょうがないんですけども。タンク死ぬ、よし、タンクレベル上がった。さあ、新たな村でございます。村？町かな、これは調べるじゃないとちゃんと分かんないと。ザーンの村と。で、ガンキャノンどこ行ったんだろうね、本当にね。で、おそらくね、確か、ガンキャノンがこの村のどこかにいらっしゃるはずなんですけども。どこだったかな？いないな。カード出すと。アムロの顔どういう顔なってんのこれ。なんかこう見たことあるような顔になってるけどね。ニコちゃんマークというか、なんというか。あれ、ガンキャノンどこにいたかな。おそらく確かね、この村というか町というかね、でいたはずなんですけども、ここ行ったね。右のあれがちょっと気になる。この子は？俺とカードバトルをしないか、勝ったらいいことしてやるよ、教えてあげるよと。ブラックドラゴンしかいないんだけど。わかんないから、とりあえずバトル開始。まあそりゃそうだよね、サタンガンダムのあれだよね。あ、一応経験値もらえるんだ。アムロレベル上がった。開けてよ、この右の方を探してみなよ、誰かさんがいるぜーと。いなくなったよ、あの少年。パッて消えたよ。あれ、これはキャノン、どうしてここにいたの。グーグー、何やってんだおい。おー、すまん、怒るなって。さあ出発だ、どうした、お前がどうした。さあ、これさ、並び方変えれるね。じゃあ、アムロ、キャノン、タンク。まあ、これね、自己満足ですよ。この並び替えはね。さあ、とりあえず4人集まりましたね。まあ、これで、やっと、まあ、旅ができると。ちゃんとしたね。
まあ、ということでね、今回はこの辺までにしておきたいと思います。はい、まあ今回はね、何のゲーム、新しいゲームをするという感じで、何のゲームをやるかというお知らせみたいなもんでございました。はい、ということでね、今後、まあナイトガンダム物語をやっていきたいと思います。まあできるだけね、もう私のツイッターでも、上げておりましたけども、更新はね、毎週金曜日に、まあナイトガンダム物語を、YouTube の方に動画アップして更新していきたいと思います。まあ、初の RPG ゲームかな。一応ね、一応まあ RPG 本当にね、ちゃんとしたレベル上げをしてやっていくゲームとしては初なんではないかと思いますけども、まあ、全面クリアしたこともないゲームでございますんで、頑張っていきたいと思います。はい、ではこうでございました。それでは、また。